答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。育メン新米パパ心得その10です。これまさに、仕事との切り替えっていうお話を今日はしていきたいと思います。この新育メン新米パパシリーズをお話しするときに、どちらかというとノウハウではなくて精神論が多い、マインドだったり考え方が多くなってしまってちょっと恐縮なんですけど、今日もまさにそこなんですね。仕事をしている、お父様だとすると、外でもう一生懸命戦ってくるわけですよね。そうすると家帰るとちょっと一息つきたかったりとか、少し休みたかったりとか、ちょっと切り替えとか休憩が欲しかったりするんですけど、お母さんとすればですね、一日子供とこう何か関わっていて休憩なんてのはないわけですよ。うまく寝てくれればいいですけど、寝てくれない時も特に新生児の時は多いわけですからね。そうなるとやっとお父旦那さん帰ってきてくれたなっていう思いがあるので、お母様としても少し休憩というかほっとしたいとか自分の時間が持ちたかったりするんですね。なので今日うまく使いたいのは、これ脳科学的なですね、力を使いたいんですけど、もうそういうものなんだっていう思い込みを使ってほしいんです。人がやっぱり、これ前も言いましたけど、人が一番イライラしたりとかストレス溜まるっていうのは、自分と想定したものと違うものが来た時にイライラしたりとか嫌な気持ちになったりするわけですね。だから、僕はこれで家帰ったら休憩できるんだ、お風呂入ってビール飲めるんだって思っていると、その時に、ね、あなた見ててくださいとか、私ちょっと寝たいわって言うと、なんで寝てるんだ、俺は仕事してきたねって、こうイライラするわけですよ。だから、帰ってきたらもうこれをするんだな、帰ってきたらこうなんだなっていう思い込みをうまく使ってください。これね、私もそうです。だからこううまく仕事が終わって家に帰ってきたとしても、夜12時まではいろんなことあるんだろうな、寝かしつけたりとかミルクあげたりとか、その間に奥さんお風呂入ったりとか、奥さんにちょっと仮眠取ってもらったりとか、12時まで、私の場合はですよ、12時までは子育て育児も終わってない、だから仕事を終わって家ですけども、やることがたくさんあるんだと。そこは、奥様と役割分担だとは思うんですけど、じゃあ夜はこうしてほしいとか、朝は私がやるとかっていうことなんで、もうこういうものなんだっていうような、旦那様も思い込みをうまく使って子育てやっていくと、そんなね、ストレスたまんないです。だってもうやるって自分の中で決まってるから、そんなね、大変って感じがしないんですよね。これね、本当におすすめです。ぜひ思い込みの力使ってみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。